お、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ、お座りください。じゃあ、あのもうマスクはマスクはなくていい、あの、はい、ここはみんな離れて僕らはマスクしてて、はい、外していただいて、はい、もうよろしくお願いします。トマさん早速飲みたいと思うんで、あ、ありがとうございます。早速作っちゃいますんで、はい、今日いろいろ聞き出したから濃いめに作ろうかな。トマさんね、あのすごい酔っ払っちゃう前にどうしても最初に聞きたいことがあるんですよ。はい。トナさん、幽霊は見えますか？いや、全然ですね。ほら、全く見えない。あれ、今のところあのゲストで見える人がいないんですよ。ああ、うん、そうですね。いや、でも知ってますよ、一人。あのゼロを作ってる、はい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 、コエテクモの柴田誠さん。え、まさにあの心霊写真芸じゃないですけど、なんて言うんですか、はい、心霊芸、はい、彼は見たものをゲームにするって。え、あれ見たものゲームになってるんですか？そうです、そうです。怖そら怖いゲームになるわけだ。そっちの話だったら柴田さんがベストですね、本当に。あ、そうなんですね。いや、あのそっちの話だよ。本当のやつは怖いな。本当のやつは怖いな。いや、僕もね、全く見えないんですけど、富山さん、そう、僕だから実は一回喋ったことあるんですけど、全く見えないですよね。全くっていうか、そんな見えてたらこんな仕事はしないですよね。そう、普通。いやいや、でもね、あの超えてくのプロデューサー、そうだよね、やってるんですよね。見て老化してると思うけど、まあ、見え方がちょっと違ったりはするんでしょうけど。いや、うん、でも好き嫌いで言うと、やっぱり僕も本当にオカルトとか、はい、そういうの大好きで育ったんで。いや、僕も大好きですよ、ね、この世代は結構鶏文社のね心霊写真あれ、これちょっと分厚い分厚いやつ、僕あれ未だに実家に置いてる。マジですか？たまに実家に帰ったら見てるんですけど、あの今見ると結構吹き出しそうになるレベルの心霊写真とかあって、もうさすがにどのページ見てもほぼほぼ本当じゃないっていうのが分かってしまうようなものばっかりなんですけど、でもあれですよね、その世の中的には多分富山さんは見えてる方だと思われてると思います。そんなことはないと思うんですけどね。だ、本当に考えないですか、なんか霊的体験みたいな。霊的体験はない。あれね、全くない。ないな。なんだろうな、これ。原田さん的には見えると思ってたんですか？いや、俺ね、俺は実は昔聞いたことあるんですよ、これ。うん、うんうん。どうしてもその話がしちゃって、もっといろいろ突っ込んで聞いたんだけど、俺はもう実は富山さんは、会って3回目ぐらいの時、この人絶対何も見えてねえなって思った。あ、この人俺と一緒だと思ってた。多分、興味はすごいあるけど、本人は一切、そういう体験がないタイプって言うんですよ。まさに僕はそうなんですよ。すごい興味はあるけど、一切、こう、そういう経験がない。いや、僕、まあ、世代的に、まあ、なんていうかね、小学校ぐらいは、そういうブームというか、っていうか、もう、ある前提みたいなので、テレビとかが、そうですよね。やってて。あなたの知らない世界とかですね。そう、超能力とかもある、だから、すごい、やったことありますよ、こう、ティッシュ、なんかこう、動け、みたいな。はい、俺、超能力で、スプーン曲げとかもですよね。そう、はい。だけど、なんだろうな、だから憧れて、すごく、そういうことを友達誘って心霊写真を撮りに行こうとか、はいはい、やりますよね。霊の声を撮りに行こうとかは、うん、すごいやりました、すごく。でも、さすがにああいうホラー使ってるんで、お祓いとか行きますよね。お祓いは行くんですよ。うん、
あれやっぱスタッフのこう、そうです。精神的な。最初の1回目はまあ行ってみてえしっていうのもあって、うん、あの、四ツ谷の、その、それこそこう映画とか、はいはいはい、そういうののお払いで行く、こう、御用達みたいなところがあるんで、で、でもうそういうところはもうすごい工場っていうか、こう、やりますよね。面白い、なんかいい話もセットであって、はあ、なるほど、つうか。あ、いい、あ、そう、説法まで聞かせてもらえる。そうです、そうです。で、で、その、これが、あの、モデルになった井戸、あの、はいはいはい。番長皿屋敷でいいのかな。はい、そうですよね。そうですね。お皿数える。へえとか、で、1回目めっちゃ楽しいと思ったけど、もう、だけど、1回行ったよって言ったら、やっぱり、後で加入したスタッフが、いや、自分も不安なんで行きたいです。なるほど。で、ダメって言えないじゃないですか、ね。そうですよね。じゃあ行こうか、つって。だから何回も行ってると、もう、まあ、完全に知ってるわ、それ、みたいな。まあ、そうですよね。ワンナイナムコも、旧ナムコ時代からそうなんですけど、お払い系とか、そういうのは全部会社経費でしたね。うちはあの源平東馬伝とかも扱うんで、はいはいはい、扱うんでっていうか、そう数回ですよね。ファミコン版とか、なんかね、なんか断るたびにそういう企画が上がったりとかいろいろあるんですよ。で、結構、まあ、僕神社とかお寺とか自体が好きなので、すごい行くんですけど、そのお祓いちゃんとうちの会社で行くところは、まあ、割とちゃんと強力だって言われてて。はい、協力だからって言われるんですよ。何がどう協力だかちょっと詳しくはないんですけど、ただそのお払いが協力すぎて、本来ドル箱になる予定のゲームまで企画ごと吹っ飛びましたけどね。とってよくわからない。まあサイレン作ってる時とかは、なんていうか取材とかでいろいろ廃墟回ったりとか、いろいろあって、すごいですよね、取材で廃墟回るっていうのがね。いやいや、はい、楽しかったです本当に。なんかそういう話でもできればなとはちょっと思って。いや、だそうなんですよ。だからそういうちょっとそういうの聞きたかったんですよ。あの結構スタジオでもね、いろいろスタッフも含めてこう怖い目に遭ってるとか、なんか怖い話とかされてたじゃないですか。はい、ちょっとそういうの聞きたいなと思って。特にサイレン作ってる時とかもなんかそういうことあったりしたんですけど、だから霊的な怖い話は皆無ゼロです。皆無なんですけど、はいはい、なんか違う方面で怖い話でも、ま、あの富山さんじゃなくて周りは怖い思いしてたりするんですよね。いや、ないと思うんですけどね。あ、そうなんですか。うちなんてまだ旧ナムコ時代の横浜で、うん、開発した時はフロアの端っこに必ず出るって言われてる場所があって、ちょっと本当やめてくれませんか。神奈川新町でしょ、うん、あれは僕は夜中の2時過ぎに結構怖がって、田原さん来てくださいって言われて、わざわざその場所まで行ったことありますけど、その角まで行って大丈夫、いないから大丈夫って、いました、絶対人がいましたって言って言われて、大丈夫大丈夫って。総務の誰かじゃないんですか。で違う、それ結構有名な場所だ、見るんですか。なんか音はあると思うんですけど、音じゃなくて人が、人がいるらしい。いたんじゃないですか、それ。音もあって、だから俺も誰かいたんじゃないって言ったんですけど、席替えまで しなきゃいけなかったからね、あまりにもみんな怖がるから、っていうのはありましたけどね。そういうのとかないんですか。メンタル的にちょっとまあ、病んでしまってドロップアウトしたスタッフの人とかは昔は出たことがあって、はい、でもどうしてんのかなとかを、その後なんか立ち直ったかなとか思ってたんだけど、ある日急にふって職場に現れて、はい、で昔そのチームでお祓い行きましたよね、うんうん、行きましたよねって言って、あれすいません、なんかどこだか覚えてないんだけど、どこだったか教えてもらえませんかっつって、はあはあ、でももうなんか半年とか1年ぶりに会って、はいはい、急にそういう、
でどうしたのって言ったら、いやここに今いるんですよ。いや怖い。怖い。ここにずっといるんですよねみたいな。でも霊的なものか何か置いといてだとして、本人にとってはそれ事実なんですよね。いやいや本人にとっては事実、うん、でもいや僕普通にそれはそれでなんかいわゆるちょっとこうなんていうか気が休まるというか。いやそうですそうです。であればと思って教えたかな、うん、もうちょっと昔すぎて覚えてないけど割とちょっとびっくりして気が動転したんですけどね。それこそ僕らの時代ね、あの90年代とかって結構徹夜で夜遅くまで作業する時代じゃないですか、はい、ホラーゲーム作ってる人とかさぞかし怖かっただろうなとは思うんですけどね。いやでも逆に作ってると全部舞台裏見えてるからプログラムがいやていうかもうポリゴン、ここポリゴンにしか見えてないですよね。そうか、まあそうだよな。デバッグもどっちかって言ったら 怖さの意味が違いますよね。ここでいつもフリーズするんだけどしないでくれっていうドキドキですもんね、どっちかっていうとね、はい、あでもね、うん、そのもっと昔ですけどサイレントヒル作ってた時にモーションが間違ってたやつがあって、当時のまあそんな昔だから、うん、キャラとクリーチャーと今でいう、まあ、リグというか棒の構造とかが大差ないというか同じ構造ほぼのに流すみたいなのがやってたんですよ。そしたらサイレントヒルにちょっとでけえゴキブリのクリーチャーがクリーパーっていたんですけど、それに人のモーションが入っちゃったことがあって、ワクチェックしたらゴキブリが歩いてきたことがあって、もうしてでしたね。怖いわ、すっごいびっくり。いやー、分かりますありましたね、いろいろポリゴン黎明期は。もううちもある日本当にキャラクター全員がカマキリのような細さになって全員逆関節になるっていう。あるありましたね、ありましたね。それはあれが怖くて、64のパーフェクトダークかなんかやってた時に、はいはい、なんか明らかにモブの顔がなんか適当に撮った写真を写真っていうか、まあドットですけどね、はいはい、それをこう32ドットぐらいに落としたのをペッて貼ってるけど、はいはい、妙に生々しいっていうか、逆に怖っていうか、モブなのにっていう印象があって、うん、なんか人の顔をベッて貼っつけたやつは、うん、怖いというか気持ち悪いよねっていうのがあって、で、それを、まあ当時だとこう、例えばテクスチャーをこう、ムービーに、はいはい、とかもするような容量はないけど、ないですね、意外とこうディゾルブというか、数枚のテクスチャーをずーっとこう、まあ、フェードイン、フェードアウト。切り替えるとそれっぽくなんじゃないのって言ったら、もう、思いのほかめちゃくちゃ気持ち悪かった。いや、気持ち悪かったですよ。不気味でしたね。あれが何より印象的でしたね。そうなんですよ。で、あれはね、いや、僕の中でも、自分が起点になったアイデアで具現化した中だと、相当面白かったなと思って。いや、あれはすごいですよ。ホラーが全くいないんですよ。うん、他に同じことやってゲームが全くなくて。ないですね。ないんですよ、うん。不思議なことに。不思議と。今はね、逆にもう何でも表現できるようになっちゃったんで。そうなんですよね。サイレンでも NT っていうか、まあ、PS3 の世代になると、はいはいはい、まあ、普通、今と変わんないフォトグラメトリーの、みたいな、3D スキャンとテクスチャー、うんうん、そうですよね。ある意味しっかりしたモデリングですよね。はい。でも本人に似てる度とかは格段に上がったんだけど、うん、正直あんま面白くないよ。面白くないですね。わかります、わかります。昔のやり方でもう一回なんかそういうの作ったりとか、そういうの面白いのかもな、うん、逆にっていうか。福山さんはちなみに、はい、こう、人を怖がらせるのが好きなんですか？だってさっきもおっしゃったように、ホラーゲーム自分で作ってもそう、自分でやってたら怖くないわけじゃないですか。はい。で僕はホラー映画好きだし、ホラーゲーム好きだし、ホラー、お化け屋敷もそうですけど、ホラー好きなんですよね。ホラーオカルト大好きなんですけど、はい、自分でやろうと思わないですよ。だって自分でやったって怖くないわけで、僕は怖がりたいので、はい、そういう意味で怖がらせたいってことですか？いや、そんなことは、そんなことはない。そんなことはというか、
どこら辺、ホラーゲームだとすると、どこが、どういうところに惹かれてあれを作ってらっしゃるのか、ちょっと、そこのモチベーションを知りたいんですけどね。意外と、難しい質問が来たぞ。ホラーゲームっていうか、まあ、なんていうか、そこは言うても、なんつか、自分で、もう僕はホラーゲームが作りたいんですとかいうふうにやってきたことは特になくて、はいはい、っていうか、まあ最初、サイレントヒール作った時は、基本的にはバイオハザードが大当たりしてるから、はい、なんか、ホラーゲーム、ホラーアドベンチャーっていう切り口でなんか作れないかっていうんで、ラインを、なんていうか、持たせてもらったっていうところが。ああ、ものすっごい普通ですね。ゲーム会社あるあるじゃないですか。いや、もう、すごいそうです。で、だからホラーかどうかはあんまり僕は重要じゃなくて、どっちかというと、だからその、自分のアイデアというか、自分の思い入れ、思い込みとか思い入れとか、そういうものを載せやすい題材だったなっていうので、そういう意味でありがたいと思って。まあ、いろんな自分の思いが、アイデア活かせやすいテーマだ。だとは思いました、そこは。振れ幅がやばいですね。ハイパーオリンピックからね、ちょっとサイレントヒルっていうのはなんか考えにくいですね。ハイパーオリンピックやアトランタのリーダーの僕の師匠、はい、串渕さんっていうのと僕と部長に呼ばれて、次どうするっつって、ハイパーオリンピックイン長野か長野かホラーか。いやでもだから僕その時はでも先輩だからいやって俺どっちかっつうと長野よりはホラーやりたいなと思って、いやいやいや、なんだろうな、ごめんなさい、ちょっとつまれちゃう、なんだろうな、そのどっちかっつうっていうか、そんな間ないのかっていう話ですね。いやいや、そうですよ。なんかその二択はなんでしょうね、そのなんでしょうね、片やその、ものすごい爽やかな、いやでも自分が世界と先には言えないから、すっごい。だけど、まあ、なんか先輩とか師匠は、なんか僕がオリンピックやりたいとは思ってないから、ちょっと気遣ってくれて、でも選択肢はホラーしかなかったんですね。ホラーしかないっていうか、まあ、つか、ホラーっていうか、なんでも、だから要はお話を乗っけるゲームができるってんで、やったーと思って。なるほど。いやー、すごいな。でも、なかなか世の中にそういう選択を迫られた人いないですよね。そうですね。長野オリンピックかホラーを選べっていう選択肢を。そこで人生変わりました。そうですね。あれ、俺、長野やってたら。長野も面白いなー。いやー、そんなところで、マスター。はい。たこ焼きがちょうど仕上がりましたので。あ、やった、来た。はい。熱いのでお気をつけください。カメラ、まずこの、あ、そっちのカメラかな。はい。まずは、はい。定番の、たこ焼きでございます。はい。ソースか。ありがとうございます。ソースからです。ぜひぜひどうぞ。そして、ハンダセイド。そうなんだ、もう全然。ちょっと、初めてぐらい原田さんのツボ。いや、なんだろうな、その、まあ、会社のね、その、空気とか、その、スタイルによっても違うんですよ。どうぞ。いただきます。ほら、やっぱナムコ時代は結構、社長、ね、創業者の中野マスターさん含めて、俺は温室育ちじゃないけど、原田何したいって言われて育った人なんで。うま。美味しいですか？うまいです。美味しいですか？よかった、よかった。よかった。ありがとうございます。最初に勤めてたの関西ですよね。いや、違います。あ、違うんでしたっけ、あれ。コナミはコナミでも、東京。コナミも東京に拠点を作ってて。あ、そっか。もう最初からじゃ東京だったんですね。そうです。あ、神戸じゃなかったんですね、じゃあ。KC東京。あ、はい、ご存知ですか。そうです、ね。だから、そのあたりは、やっぱ、ついてるなと思ったことがあって、はい、当時ってやっぱり、コナミさんの中でも、本体は、うん、まずアーケード。あ、まあ、そうじゃん。どこもそうです。セガもナムコもコナミ、はい。そして、任天堂向けっていうので、はい、神戸、大阪に拠点があって、はい、で、僕ら入ったの94年
なんですよ、はいはい、94年っていうのはプレイステーションとサターンが発売される年、はい、そうですね、ちょうどその第一世代ですもんね、はい、はい、だったんで、僕らが入った時の空気感でいうと正直、アーケード&これから来るなんていうか本命の任天堂さん64に備えて本体は、はいはいはい、だからなんか643643と任天堂さんとは言いますけどなかなか任天堂ファンでも643って言ってる人いませんね、はい、64遅れてるからちょっとこうあれだけど、はい、で東京って何だっつうか東京の拠点はそれ以外要するにセガとPC エンジン向けっていう、はいはい、なるほど、それ以外は東京がっていう、なので、PC エンジンの部署とメガドライブの部署があって、僕メガドライブめっちゃ大好きだったんで、はい、メガドライブやりたいですっつって、はい、メガドライブの部署に入れてもらったら、はい、当時のコナミのメガドライブってもう海外向けの日本では未発売のタイトルばっかりやった。ばっかりだったんですね。アニマニアックスとか知らないでしょ。ああ、知らないです。向こうのアニメのゲーム化なんですけど。ああ、そうなんですか。そんなのあったんですね。そういう部署で、うん、でも僕は、あの大好きなメガドライブのために、ここで働けるんだなと思ったら、うん、いいかなと思って、うん、ちょっと納得しながら、1年目の後半ぐらいに、全社員、今日は集まれって言われて、なんだろうと思ったら、今やってるライン全部、凍結というか、再編成するって言って、メガドラっていうか、僕実はその時 32X の、はいはい、ガチャッと刺すやつ。32X のアメフトのチームに配属されてたんですよ。はい、アメフトゲーっつって、でも結構だから、はい、それはそれでと思って。なかなかスポーツ地味てますね、最初から。そう、はい、だからもう、あ、自分はもう多分、こういう人生だなと思いながら。スポーツゲー人生だと。いや、そう、セガのね、はいはい、セガのスポーツゲーのドットを打つ人なんだと嫌いじゃないとか思いながら嫌いじゃなかったんですね嫌いじゃないです、うん、不思議だな、はい、なんだけど、そのラインは全部凍結で次世代機向けになるになるんで、うん、プレイステーションとサターンのラインに再編集、はい、集約しますっていう、あ、すごいですね、もうちょうど移り変わりの時ですね、じゃあそうです、はい、最初に入った職業としては何で採用されてたんですか？全然、いわゆる今で言うアートですね。アートというか、ドッターです。ビジュアルアートだったんですね。はい、完全に。そこそこそこ。だからドットを打ってたんですね。はい、なるほど、なるほど。で、入って研修でスナッチャーの移植。あ、最初研修でスナッチャーの移植だったんですか？そうです。当時はだから、移植って、だから、感知しないんですよ、オリジナルが。アーケード文化を引きずってるんで、はい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 、アーケードとコンソールの移植部って別に別の。別舞台だった。そういう、セガもそうでしたね。そういう文化です。ナムコは一緒だったんですよ。え、そうなの？ナムコはアーケードと移植部隊が一緒だったんですよ。え、マジですか？大体。すごいですね。テーブル筐体系は全部一緒だったんですよ。それすごい。逆に、はい、だから珍しいんですよ。僕は生き生きするんです。両方。だからそこは違うんですよ、ちょっと。そうなん、はい、しかも当時は、コナミさんが、KCE なんとかっていうのをいっぱい作ってて、日本の有名なビルに全部コナミを入れるって、はいはい、そうでしたよね。言ってたらしいっていう。とにかく横浜にもあったし。目立つランドマークに、各都市のランドマークに入ってましたね。だからすごくいいオフィスに入るんですよね。そうなんですよ。ね、うん。で、そういう、でも、そういう新参の地方の、はい、拠点ってやっぱり基盤がないから移植をっていうのを移植でまずっていうのがあって、はい、まず最初始めはそこから始まるわけですね。そうで、それが、うん、そういうのでじゃあ、ね、オリジナルと違うとか、それで、まあ、いわゆる野球作ったことない人がパワープロのアーケード版を移植したい、はい、なるほど、割とむちゃくちゃな時期だったんですけど、はいはい、まあだから昔はどこもそうですよ、はい、僕ってすっごいメガドラのファンっていうか、僕めちゃめちゃセガファンで、はい、まあ、メガドラの色のことはもう熟知っていうか、ああもうそうだったんですね。もうセガブルーと言われるあのセガの、そうです、グレーはブルーで置き換えられるとかを、やべえ通じた、そんなの全然分かってたので、なるほど、すごい
そのものすごい勢いであのコンバートしてたら、はい、なんかちょっとあの新人おかしいみたいな感じあの新人おかしいなったんだよ。めちゃくちゃ早かったんですよ、僕どっちも。なんで、あの新人は最初からあれができるんだと。そうそうそう。で、知ってるしっていうか。盗みがられたわけですね。で、知ってるしっていうか。盗みがられたわけですね。とかあって、で、まあ、早くノルマ終わっちゃったから、新規シーンの書き、だから第3部を新たに作り起こすってなって、原画が来て、うん、でまあそういうのも、まあ、だからそれ以前に、まあ、これもあるけど、元のがひどいのがあって、オリジナルの、っていうか、オリジナルのスナッチャーって、はい、序盤はものすごくやっぱり綺麗に手数が入ってるんですけど、はい、手数っていうか、あの、後半ってやっぱ時間がなかったのか、うん、全然設定と違う骨骨みたいなデザインのスナッチャーとかが出てくるんですよ。うんうん、なるほど。そうですよね、確かに。で、いや、これ、変でしょと思って、勝手に書き換え、うん、書き直してたんですよね。なんと。で、上司からそこそこ怒られるけど、いや、僕がやってる方が正しいと思って、はい、設定と違うもんが出てんのがおかしいっつって、はい、ずっと直しまくってたりとかして、はいはい、結果的には、そのメガドラ版をベースにした PS 版とかサタン版が出た時に、僕が直した絵がベースになってたんで、あ、そうなんですか。じゃあ、それ、ロムに乗っかったわけですね、じゃあ、それは。乗れてました。だって、理屈で言うと僕が合ってるんで、それは。それじゃあ、小島監督がいらっしゃって、なんか、こう。いや、そういう時代じゃないんですよ。それだから、感知できない時代なんですけど。僕、ちょっと病んでたんですよ、実は。あの、なんか、ちょっとなんかそういうアートの、だからさ、伊藤くんとかも入って、はい、なんか、すごいって言われてたけど、根幹のゲームとかを僕ディレクションしてて、なんかこう、正直バイオのパクリみたいなのしかできてなくて、って思って。全然違う。いや、で、当時の僕の心境ですよ。あの、で、なんか彼らがもっと伸びるところを僕の方がスポイルしてるみたいな、思いにとらわれちゃってたんですよ、実は。世の中の人がイメージするゲーム作ってる人ってイメージの中にはぴったり当てはまってると思いますけどね。そうですか？ええ。クリエイターって感じすごいします。いや、しな。いや、するする。いや、すりますって自分でわかるわけないじゃないですか、そんなの。作家性がありますもん、なんか。ものすごい作家性感じるんだよね。うん、それは、この間桜井さんと対談したんですよ。はい。見ました。で、桜井さんと対談したときに、その、なんていうんですかね、ズームで、オンラインで、なんか、やりましたね。うん、ちょうど、その、打ち合わせというか、なんかこう、話されたって聞いて、その時にやっぱ集まってる面々聞いても、あー、わかるわかるっていう、なんか作家性の集まりかな、みたいな。なんですかね。だから、ただ不思議、と、同じサングラスかけたら同じいかつさというか、なんか、あれだよ、例えばプラチナの神谷さんとか、あ、僕結構あの人好きなんですけど、あの人なんかこう不思議と、ともすればなんか僕と同じくサングラスかけたら武闘派に見えるけど、でもやっぱ作家性すごく、見えるじゃないですか。神谷さんはちょっとどうしても普段の関西関東離れてるから飲み会でお会いする機会少ない。まあなかなかない、うん、海外の方がありますもんね。だからめったにあれだけど、この間ありがとうございます。あのこれ置いといてください。これゆっくりでいいですよ。ゆっくり。そんな飲んだら酔っ払っちゃうから。その勢いでこの濃いハイボール酔っ払っちゃうから。あや。僕めっちゃ緊張して、なんかもう下手なこと言うと、いや、大丈夫です。これ生放送じゃないんでカットしますから、やばいところ。